オマール・リナレス、オマール・リナレス・イスキエルド、オマール・リナレス・イスキエルド、1967年10月23日イは、キューバ出身の元野球選手。内野手、一塁手、三塁手、右投げ右打ち。日本プロ野球の中日ドラゴンズでは主に一塁手として、プレーした。現在は、中日ドラゴンズの巡回コーチ。 スポーツ専門学校のスポーツイニシエーションスクール出身。シーズンにわずか15歳で、キューバの国内リーグセリエナシオナルデベースボール、デビュー。これはほとんど例がないくらいの抜擢であった。通常、毎年各州数人級のトップクラスが18歳。年に、国内数人の大物が17歳。稀に16歳で出場する例がある。17歳の時に、キューバ代表入りをした。 これも非常に珍しく、以降の例ではのユリエス・キグリエルのみで、10代での代表入りまで広げてみても、2000年以降の例では2002年のケンドリス・モラス、18歳のフランク・モンティエ、のヤディエル・ペドロソ、のアロルディス・チャップマン、いずれも19歳しかいない。以後、ディナレスは3番サードとして、オレステス・キンデラン、アントニオ・パチェコ、もに、モトシダックスらともに、 世界選手権4連覇、バルセロナアトランタ五輪連覇など、キューバ代表の主として、国際大会で活躍。と、たびたび対戦した、日本の野球関係者が、エラーしたのを見たことがないというほど三拍子揃った、選手として知られ、キューバの司法と称された。キューバの選手の解禁が噂された、アトランタオリンピック後に、長島さんのいる巨人でプレーしたいです、と。 こっそり手紙を書いていた。巨人のフロントも1996年3月にフィデルカストロ国家評議会議長とコンタクトを取るなど積極的にパイプ作りに励んでいた。巨人戦は日本に来た時にテレビ観戦をする機会が多く、リナレスは監督としての再配ぶりがすごいと語っていた。また、日本遠征時にテレビ番組の企画で 草野球チームとエキシビジョンゲーム行った際にも相手選手からぜひ巨人入りしてくださいと言われたことがある。アトランタオリンピックでキューバと対戦した日本代表の福留康介ともに後の同僚は三塁の守備についていた際に見たリナレスの打球をそれまで見たことのないほど打球が速かったと後に語っており全盛期の実力を伺うことができる。国内リーグでは引く。409。 1985、426、引く、442、引く、386、1992、446シーズンと、計5度の首位打者を獲得した。ナショナルチームの世代交代に伴い代表引退し、国内リーグも次のシーズンを最後に引退した。キューバで完全に引退してオフだった2002年6月。 日本プロ野球のシーズン途中より、電撃的に中ドラゴンズに入団。報酬額としては日本円にして年600万円ほどであったが、これは当時キューバの野球選手はあくまでアマチュアで、トップクラスの選手は国家公務員であるため、来日でのプレーする際のキューバ側の条件は、あくまでも日本の野球技術を学ぶための研修派遣であり、選手はプロ契約に見合う。 高額の報酬は受け取らず、キューバ政府に対して施設整備などの協力金を支払うというものだった。そのためリナレスの報酬は外国人選手としては格安であったが別に、キューバの球場改装費用、バーフェンス設置を中日球団が受け持ったという事情が挙げられる。なお、2007年に中日球団はこの改送に携わった記念として、 カストロ議長のメッセージと、球団ロゴの入ったフェンス用、ステッカーを贈呈している。来日前のインタビューで、当時の日本のシーズン本塁打最多記録の55本について、それだけなのと、半ばあざ笑うかのように自信を見せていたが、中日在籍時にはすでに30代半ばで、前世紀よりも、太し、往年のバッティングはすでに影を潜めていた。 2004年の優勝には、守備に長けている、渡辺博之と共に、ファーストとして活躍。日本シリーズでは西武ライオンズに敗れ走したものの、日本塁打を放つなど活躍し、一発勝負での強さを、見せた。なおかつヒットは全て初級打ちであった。同年オフに構想外となり、現役を引退した。中日球団は、リナレス解雇の発表後、今後は、 キューバと日本の橋渡し役を担ってほしいとコメントしていたが、当のリナレス本人が帰国後音信不通状態になっていた。しかし、に行われた世界大学野球選手権において、キューバチームの打撃コーチとして6年ぶりに来日。また、7月後半の中日対巨人、東京ドームでの試合前練習を訪れ、岩瀬一則ら自身が所属していた時の選手たちとの再会を果たした。 7月、中日ドラゴンズに編成スタッフとして入団。巡回打撃コーチ研究団通訳に就任した。なお、NPB へのコーチ登録はしていないので、背番号はなし。球団公式サイトに顔写真なども掲載されていない。打率。368、歴代1位出塁率。487、歴代1位超打率。644、歴代1位。 アップス1.131、歴代 1VR1700、e、試合5962、打数2195アンダ327リ塁打54、三塁打1327死球235、敬遠1 6球675三振404、本塁打、歴代3位1221打点246、盗塁95盗塁し、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。